動画をご視聴いただきありがとうございます。高瀬俊介です。今回のテーマはあの人があなた様に意思確認したいことはというテーマで、お相手の方はあなた様のどんな意思を確認したいのかというのをですね、リーディングを通じて見ていきたいと思います。はい、今回も三択リーディングでやっていこうと思うんですが、まずはこちらのティンシャの音色で始まりの合図としていきます。ティンシャの音色にはこの場を清める効果に加えて気持ちをつける効果もあると言われていますので、ぜひですね皆様もお聞きいただければというふうに思います。はい、ではですね、本日もリーディングを行っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、ではですね、早速リーディングに入ってまいります。選択肢ですね、左から A、B、C とさせていただいておりますが、それぞれのカードについてお伝えしていくと、まず A のカードです。 A はこちらのシトリンというカードになります。カードが持つメッセージについては選択肢の動画の中でお届けしていきたいと思います。はい、こちらが A になります。続きまして B のカードです。 B はこちらのですね、ムーンストーンというカードになります。こちらが B になります。最後 C のカードです。 C はこちらのですね、アメジストというカードになります。こちらが C になります。何か気になるものをお選びいただければと思います。はい、それではカードをお選びいただく時間10秒ほど取りたいと思いますので、直感でカードをお選びください。それではどうぞ。カードをお選びいただけましたでしょうか。それでは各動画のタイムテーブルについては、この動画の下の概要欄に詳細を記しておりますので、そちらをご確認いただけますと幸いです。はい、それでは本日もよろしくお願いいたします。はい、それではですね、まずはじめにこちらのシトリンというカードですね、もしくは A をお選びいただいた方のカードをリーディングしていきます。今回のテーマですが、あの人があなた様に意思確認したいことはというテーマで、お相手の方はあなた様にですね、どんな、意思を確認したいのかということですね、こちらを見ていきたいと思います。はい、それに際しまして、まずはですね、お相手の方とあなた様の現在の状況を見ていきながら、お相手の方があなた様に意思確認したいこと、どんなね意思を確認したいのかっていうことを見ていき、逆にお相手の方が今あなた様に伝えたいことがどんなことなのかっていうのを見ていきます。最後にお二人の今後はどうなっていくのか、こちらも見ていきたいと思います。はい、ではですね、まずはじめにお二人の現在の状況、そしてお相手の方があなた様に意思確認したいことが何か、そしてあなた様に伝えたいことが何なのかっていうところから見ていきたいと思います。はい、
はい、ではですね、見ていくんですが、まず上のカードからですね、こちらがお相手の方ですね、あなた様の現在の状況を表すカード、こちらがお相手の方が今あなた様に意思確認したいことが何なのか、こちらはですね、お相手の方ですねがあなた様に伝えたいことを表すカードになっております。では早速見させていただきます。なるほど。なるほど。はいはいはい。はい、ではですね、見ていくんですが、まずですね、あなた様に意思確認したいことのところにラバーズっていうのが出ています。まあ、恋人たちっていうカードですので、まあ、あなた様に対して確認したいことっていうのが、まあ、恋人になるという意思があるのかっていうことであったり、まあ、お付き合いをしているかしていないかとか変わってくるんですが、まあ、恋人としてのね、関係を続けていく意思があるかどうかみたいなところですね。まあ、恋人にまつわる意思確認っていうところを、していきたいっていうことと、また後ほど詳しく見ていくんですが、クレンジングウォーターズっていうのも出ていて、まあ、清めの水っていうことで、まあ、クレンジングっていうのはね、まあ、こう汚れをこう取ったりするっていうことでもありますから、まあ、何かこうあなた様の中にある、まあ、心の、まあ、汚れみたいなところですね。まあ、これはおそらくお相手の方に対するネガティブな感情的なところだと思います。例えば怒りとかですね、憎しみだとかですね、まあ、不信感みたいなところとかね、まあ、そういったところが、まあ、今もあるのか、取れているのか、なくなったのか、みたいなね、そこが確認したいことなのかな、ということですね。で、伝えたいことも、まあ、3、太陽のね、正位置が出ていますから、まあ、基本的にはやっぱり明るいメッセージを伝えたいということですね。何かあなた様をね、こう、悩ませたり、悲しませるような、まあ、どちらかというと、こう、暗くするようなメッセージではないのかなとは思いますので、ちょっとね、このあたり見ていきたいと思います。はい。ではですね、まずは上のカードからで、お相手の方とあなた様の現在の状況っていうのを見ていく中で、こちらからちょっとお伝えしていきます。ワンドの8というカードが、これ逆位置でした。このカードっていうのが本来正位置ですと急速な展開、急展開ということで、まあ物事がどんどんこう展開されていくっていうことであったり、まああとはこれ発展の波に乗るっていうことでもありますから、すごくこう発展していくみたいなね、急速に何かが発展していってるみたいなことを表すカードになっています。ですが、これが逆位置になると、まあ変化の波に乗れないということで、なかなかこう状況が変わっていない、ということを表すカードになっています。ですから、すごく、なんでしょうかね、こう、状況が変わっているというか、同じ状況がずっと続いているというような、まあちょっとこう硬直状態であったり、停滞の時期に入っていたり、いいですね。なかなかこう事態は動いていないのかなというふうには思います。ですが、このカードが、ですね、逆位置になった時の意味としては、ですね、孤独感っていうことであったり、感傷的な気持ちっていうことを表すカードになっています。ですので、ね、今、お二人の状況、あなた様とお相手の方の状況が、まあ、なかなか変わっていなかったとしても、お相手の方の中に孤独感っていうことであったり、あとは感傷的な気持ちっていうのが生まれてきているわけですね。なかなかお相手の方が、あなた様にね、アプローチをしてこなかったり、連絡してこなかったり、アクションしてこなかったりっていうことでね、ああ、もう自分への気持ちはなくなったのかなっていうふうにね、こう感じているかもしれないですけれども、むしろね、お相手の方の中には、例えば、まあ、あなた様と関われなくなったことの寂しさとか、孤独感とか、まあ、なんかこう、感傷的な気持ちになっていたりだとか、そういう感情にはなっているので、だから、事態は動いてないかもしれないけれども、相手の方のですね、心の状態は動いてきているのかなと、いうふうに思いますが、お二人の現状でいうところで言うと、まだ何も、こう、大きな変化っていうのがあるわけではないんじゃないかなとは思いますが、まあ、心には変化してきているっていうことですね。
で、あとはここですけれども、ニュービギニングスっていうカードが出ていて、新しい始まりっていうことで、まあもうすぐね、お二人の関係では、新しい始まりが訪れようとしているということですね。だから今まで動かなかった分、これから動く、その新しい時が今、こう接近してきているわけです。お二人の関係にね。うん。お二人というのは、これからね、新しい世界のこの入り口というか、ゲートみたいなのをくぐって、ね、また新しい展開をこう経験していくようになる。うん、そこにね、着実にお二人の関係は進んでいっているよと。ね、事態は動いていないように見えているけれども、実はね、新しい始まりへと向かってはいっているというカードも出てくれました。うん。ですから今後ね、まあ動き出していくのかなというふうに思います。まあそれは最後にね、まあ今後どうなっていくのかっていうところでも内容として出てくるかもしれません。うん。ニュービギニングスを控えているということであったり、あとはここですね、スター星というカードも出ております。星というのは希望とか理想を表す象徴でもあって、まあ理想に近づくとかですね、まあ未来に対する希望があるということで、うん、まあやっぱりこれもね、まあ今お二人の状況というのはあまり動いていないようにね、感じるかもしれないけれども、実はまだ未来に対しては希望があるような状況だよということで、うん、まあ何かこうカードからね、すごくこう伝わってくるのは、まだやっぱ諦める時ではないよというね、そういったメッセージがすごく伝わってはきていますから、まあちょっとね、まあ心が折れかけていたり、もう限界だっていう人もね、いらっしゃると思います。まあそういった方はね、諦めるとかじゃなくてね、ちょっとこう心を休ませるために、まあ恋愛自体と、ちょっとこう距離を置くっていうことをして、まあ自分をちょっとこう回復させたりね、癒していくっていうことが必要にはなってくるのかなと。うん、ここでね、やっぱり、まあ諦めてしまうっていうのは新しい始まりであったり、これからね、理想が叶っていくっていう流れを経験せずに諦めてしまうっていうことになり得るので、うん、まあ今はちょっとこう事態は動いてないかもしれないけれども、続けていく方がいいのかなとは思います。うん。で、まあ先ほどね、お相手の方、まあ事態は動いていないけれども、心に変化があって、来ているとね、いうふうにお伝えしたかと思うんですが、まあ孤独とかね、うん、寂しさとか、感傷的な気持ちになってきているっていうふうにありましたが、うん、まあその証拠としてというかね、まあお相手の方があなた様に意思確認したいことが何なのかっていうことなんですが、まず一つ目がここになります。ラバーズというカードが出ました。恋人たちというカードです。うん、このカードには恋人になるっていうことであったり、恋人としての決断を下すっていうカードになります。うん。ですので、まだね、お二人が、まあ、お付き合いをしていないっていう状況なんだったらば、あなた様に確認したいのは、まだ、この、自分と、まあ、お相手の方がいたとしてね、自分と恋人になる気はありますかみたいなね。うん。まだ自分のことを好きでいてくれていますかとかね。うん。まあそういった恋人になる意思ですね。恋人としての関係を結ぶ意思があるかどうかっていうのをまず確認したいっていうことですね。うん、で、お付き合いをして、いるというパターンの方もいらっしゃると思いますから、うん、その場合はですね、もうすでにこのまあ、ちぎりというかね、まあ、結びっていうのはもうしたと思いますから、これからも恋人としての関係を続けていく気はありますかと。うん、ね、今はちょっと停滞の時期に入っているかもしれないですけども、恋人としての関係をもう一回再開していく、ね、意思であったり、まあ場合によってはね、一度お付き合いをして、まあ別れてっていうことだとは、まあ復縁をしてもう一度ね、恋人としてやっていく、こうね、意思はありますかとかね。うん。なんかそういった恋人に関するですね、うん、意思確認っていうのをしたいようです。自分と恋人になるかどうか、恋人であり続けるかどうか、という意思確認。っていうのをしたいようです。これが一つ目ですね。で、もう一つ目はここですけれども、クレンジングウォーターズっていうカードが出ていて、清めの水っていうカードになります。Purification Activates Vibrant Life Force ということなんですけれども、まあ、浄化ですね。Purification っていうのは浄化。浄化っていうのは、まあ、不要なものを取り除いて、必要なものだけを取り残して、非常にこう、クリーンな状態にするっていうことで、うん。まあ、あとはクレンジングっていうのもね、冒頭の方でお伝えしましたが、まあ、クレンジングフォームとかね、ありますけれども、要は、汚れを落とすものですね。だから、汚れが落ちているかどうかっていうのも、こう、確認したいわけです。
ね、あなた様の心が汚れているっていうことを言いたいんではなくて、あなた様の中にあるお相手の方への、例えばネガティブな感情ですね。まあそれを汚れと例えているのかなと思います。例えばお相手の方に対する怒りとか、不満とか、憎しみとか、嫉妬とか、何でしょうかね、あとは、まあ、あと不信感とか警戒心とか、ですかね。まあちょっとこうネガティブな感情がまだあるのかどうか、もうなくなったのかどうか。っていうのもこれ確認したいようです。まだ自分のことを許せないでいますかとかね。まだ自分のことを怒っていますかとかね。自分のことを恨んでいますかとかね。もう恨まなくなりましたかとかね。許してもらえますでしょうかとかね。そういったあなた様の心の中にあったお相手の方への、まあ、ネガティブな感情が今も取れずに残っているのか、もう綺麗さっぱりなくなっているのかどうかっていうのも、まあ、確認したいところではあるようです。まあ、ということはそれだけのことを何かね、あなた様にしてしまったからだとは思うんだけれども、まあその感情があるかどうかっていうのは確認しておきたいことのようです。で、あとはここですが、フール、愚者っていうカードが出ております。まあ、このカードもですね、正位置なんですけれども、このカードも自由になるとかですね、しがらみからの解放ということで、何かあなた様がね、こう、特定の考えにとらわれていたり、まあ、発想とかにとらわれていたとするならば、そこからもうね、あなた様が抜け出したかどうかっていうことですね。だからまあ、先ほどのネガティブな感情で言うと、まあ、怒りと、強烈なね、怒りというものにとらわれているとするならば、もうこの人はダメだとかね、この人はもう最低な人だ、みたいなそのレッテルというか、印象から、あなた様が抜けたかどうか、まだその印象にとらわれたまんまか、そこからもう抜け出してくれたかどうかっていうのも確認したいようです。だから恋人としての意思確認と、自分に対する感情が今はプラスなのかマイナスなのかっていうところを確認したいっていうのがあるようです。で、次にいいですね。お相手の方があなた様に伝えたいことが何なのかっていうところでは、こちらのカードから見ていきます。このカードですね、鳳凰というカードが出ました。鳳凰ですね。鳳凰というカードは、正しい選択を選び取り、最良の結果を出すということで、正しい選択っていうことを表すカードになります。ですから、お相手の方があなた様にですね、こう伝えたいこととしては、まあ、やっぱり自分の中で考えた結果、やっぱりあなた様、と例えば恋人になるとか恋人として、続けていくっていうことがやっぱり正しい選択だということに、まあ、改めて気づきましたと、いうことですね。一度はなんかこうあなた様を選ぶっていうことがもしかしたら正しくないのかもってね感じてしまっていた時はあったのかもしれないけれども、やっぱりいろいろね、まあ、これまでのこと、これからのこと、今のこととかもね含めて考えてみたりすると、やっぱりあなた様を選ぶことがね、一番正しいことだと、正しい選択だと思うし、その方が一番ね、良い結果になっていくだろうというふうに、まあ思っていてですね。まあそれはこの打算的なところではなくてね、自分のこの気持ち的にもですね、純粋な愛情とか気持ちから考えて、やっぱりあの様を選ぶのが正しいっていうふうに、まあ思ったというか気づいたというかね、まあそういったことをあなた様にね、伝えたいっていうふうに思っていらっしゃるようです。で、あとはこちらですが、3ですね、太陽というカードが出ております。太陽というのはまあ明るさとかね、元気よさ、活気、エネルギーということを表す他に、まあ、満ち足りたひとときとか喜びということで、まあやはりね、あなた様と再びね、満ち足りたひとときとか喜びをね感じられるような瞬間を共にね、こう味わいたいと、いうふうに思っていらっしゃっていて、またあなた様と楽しく明るくね、過ごしたいっていうようなねメッセージをですね、まあ伝えたいっていうところもやっぱりあるようなので、何かお相手の方からね、あなた様にネガティブなことを発信したい、伝えたいっていうわけではないようです。で、こちらなんですが、ベアリングフルートっていうカードはですね、まあ努力の結実っていうことで、ね、まあ二人のね、この、なんていうんでしょうかね、こう知り合ってきた期間が長い人もいれば短い人もいるかもしれないけれども、これまでね、一緒に努力をしてきたんだから、その努力を実らせていこうというようなことも伝えたいようです。
ベアリングフルートっていうのは努力の結実っていうことですから、努力したことをですね、これまで努力してきたことを何もこう最後のね結果につなげないまま中途半端なところで終わるんじゃなくて、最後の結果までねつなげていきたいと、だからやっぱりこれからもねあなた様と再会してゴールをやっぱ目指していきたいっていうですね、まあそういったまあ気持ち思いっていうのも伝えたいっていうふうには思っていらっしゃるようです。はい、ではですね、お二人の今後はどうなっていくのか、まあニュービギニングスっていうのもありましたから、何か新しい始まりを迎えていくのかもしれないですが、ちょっとねそのあたりも含めて、ですね、お二人の今後はどうなっていくのかっていうのを見ていきます。ではですね、見ていくと、お相手の方の今後はどうなっていくのか、なるほど、まずですね見ていくと、シンプリシティっていうのが出ました。まあシンプルにっていうことで、まあここではまあ机と花瓶だけがね残っている、まあ非常に本当にこうシンプルイズザベストみたいなね、状態が描かれているわけなんですが、お二人の関係っていうのはもうシンプルなものだけが残るようになっていくということですね。ですからシンプルなものだけっていうのはお互いへの愛情だけですね。まあ愛情だけっていうとちょっとね寂しいところもあるかもしれないですけれども、まあ余計なものがなくなるということですね。今お互いに対する愛情があったとしても、例えばそこに例えばねちょっとこう疑心暗鬼なところとか不信、まあ何でしょうかね、まあ怒りとかなんかこういろいろこうネガティブに考えちゃうこととか、愛情以外のものもなんかこう向け合ってしまっているのかもしれません。でもそれがどんどんねいらないものは淘汰されていって、愛情と愛情だけでこう結ばれていくっていうね。まあそういう、関係になっていくということですね。で、それが今まではできていなかったのかもしれません。ね。本来は愛情と愛情だけで、まあもちろんそれ以外もあるかもしれないけれども、まあ愛情と愛情だけでね、基本的には結ばれていくところに何かこうね、余計なものっていうのもちょっと混ざってしまっていた。でも本当に純度 100% の愛情と純度 100% の愛情でこう結ばれていくというようなね、そういった新しい始まりっていうのが迎えられるのかもしれません。シンプルだけれども大切なものでつながれる関係。そういった新しい始まりを迎えていくのかなというのがまず出ています。で、ここに加えて、こちらですね、見ていくと、コミュニティっていうカードが出ました。コミュニティ。で、コミュニティというのはね、まあ、コミュニティそのものの意味であったり、まあ、共同体とか組織とか団体とかもね、表したりもしますし、まあ、コミュニティと聞きますと、まあ、なんか大勢のね、まあ、大人数をこう、ちょっと想像しがちかもしれないですけれども、コミュニティというのは二人でも成り立つんですね。だから、まあ、夫婦っていうのもそうだし、カップルっていうのもコミュニティの一つになるわけです。ですから、コミュニティを形成していくっていうことは、お二人がね、まあ、やっぱりこれから、まあ、恋人の意思を確認していくっていうのもありましたから、まあ、実際に恋人になったり、ね、元恋人同士だったのがまた復縁して恋人になっていったり、ですね。まあ、あるいは、ご家族になっていったりとかですね。再婚したりっていうこともあったりするかもしれないですけれども、まあそこにお子さんとかがいたりするとね、まあそういった形でまたコミュニティをやっぱ形成していくときに、やっぱりこの必要のないものっていうのが取り除かれた状態でコミュニティを形成していくようになる。
だから、まあ、愛情っていうね、まあ、感情面で先ほど必要なものだけっていうふうにお伝えしましたが、例えばそれ以外のね、例えばお金の悩みとかね、人間関係の悩みとか、それらもなくなった上での、すごくシンプルな状態で、こう、つながれるっていうこともあるかもしれないので、うん、まあ、そういったね、シンプルだけれども、すごくね、素晴らしいコミュニティを形成していけるようになる。で、コミュニティになれるタイミングっていうのが、これ7っていう数字が出ていますから、うん、何か7にまつわるタイミングなのかもしれません。うん、まあ、もしかしたら1週間後、7日後にはね、妄想を慣れているっていうことであったり、何月7日とかですね。まあ、お二人にとっての7ヶ月目とかですね。うん、場合によってはこうね、もう半年以上前に、ね、もう、まあ、半年近く前に別れてしまった方が、別れてから7ヶ月目の時とかもあるかもしれないですし、二人が出会った7ヶ月目の時とかですね。うん、まあ、あるいは7回目のデートの時にコミュニティになっていけるとかですね。7回目のデ、まあ、デートの時は会う時とかね。まあ、とにかく7というタイミングが、まあ、お二人をね、すごくこう引き寄せるタイミングだっていうふうには伝えてくれています。で、あとは definitely yes っていうカードもですね、これ絶対的に yes っていうことで、うん、まあ、すごくこう、肯定的なね、結果を強く押す結果のカードが出ております。yes か no かで言うと yes がやっぱり肯定的ですし、まあ、no っていうのは否定的なわけですけれども、うん、まあ、今回は yes。ね、definitely っていうのは絶対にっていうことですから、絶対に yes だということで、うん、やっぱりお二人のね、関係というのはここでね、まあ、no、いわば、まあ、否定的な結果で幕を閉じてしまうのではなく、まあ、もう一度ね、まあ、肯定的な展開、まあ、肯定的というか、まあ、良い展開ですかね、うん、には絶対なっていくよということですね。うん。ですから先ほどもありましたが、まあここでやっぱ諦める時ではないっていうふうにもね、お伝えしたかと思いますので、まあ、今はね、ちょっと変化がないかもしれないですけれども、7という数字をね、迎えるまでは続けていった方が、まあ希望にね、理想に近づいていくのかなと思いますので、参考にしていただけたらなと思います。はい。ということで、最後選択肢のカードも見ていきます。A をお選びいただいた方はこちらで、シトリンというカードになります。このカードにはですね、まあネガティブなものを手放すっていうことを表すカードで、うん、まあクレンジングウォーターズでもありましたし、シンプリシティというのもありましたけれども、うん。まあ、とにかくね、まあ、今はネガティブなものを手放していく時期なんだということですね。ネガティブなアイディア、ネガティブな発想、ネガティブな考え方、ネガティブな価値観、ネガティブな感情、ね。まあ、そういった自分の内側に湧き起こってくるものもそうだし、あとは、ネガティブな影響を与えてくる人とか環境も手放したり、距離を置くっていうことですね。まあ、これを持っているとなんかいつも不安になっちゃうとかね。まあ、そういった、まあ、物とかがあるんだったら処分するとかですね。うん。まあ、そういった、こう、とにかくネガティブなものをこうね、手放していくだけでもすごく大きなね、良い変化がこう訪れてくるっていうことを伝えてくれるカードでもありますので、何かこうネガティブなものを手放していくっていうことを優先的にね、考えていていただいた方がいいのかなと思います。はい。ということで、リーディングとしては以上となるんですが、最後こちらについてお話ししていきます。今回もいただいたご質問についてお答えしていくんですが、今回いただいたご質問は、男友達と一緒にいるときに女友達を呼ぶ心理はということでご質問いただきました。ご質問、ありがとうございます。これはご質問者の方が呼ばれた側のこの女友達の、ね、状況のようなんですが、うん。これね、まあ、男性、女性によってはね、その女性と二人っきりになると話せなかったり、何をしていいのかわからない人っているんですね。うん。だから、まあ男友達であったり、まあちょっとこうね、まあちょっとこう射程的なね、人と一緒にいる時に、ね、まあこう気になっている人とかね、彼女にしたい人を呼んで、そこでなんかこうね、コミュニケーションを図ったり仲良くしようとしているみたいなね。うん。まあそういったね、ところがあったり、まあすごくね、やっぱこう、嫌だったらやっぱ呼ばないとは思うので、男の輪の中にね。うん。まあやっぱり少しでもね、ちょっとお近づきになりたかったり、二人っきりでは無理だからちょっと友達に手伝ってもらいながら、なんかこう距離を縮めようと思っているっていうのが、まあ心理なのかなとは思いますので、うん。参考にね、していただけますと幸いです。はい。ということで、A をお選びいただき、いただいた方、お疲れ様でした。今回の動画少しでもお役に立てれば幸いです。また、今回の動画は全体に向けたリーディングとなっておりましたが、何かね、特定の方とのお悩みであったり、あとはですね、なかなか人には相談しにくいこととかもあると思います。そういった方に向けて、現在個人鑑定も行っておりますので、興味のある方は動画の下の概要欄をご覧いただけますと幸いです。
その他各種 SNS もやっておりまして、インスタ、TikTok、X ですね。こちらも概要欄に詳細記しておりますので、よかったらチェックしていただいて、フォローもしていただけると嬉しいです。はい。それでは今回ですね、最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。はい、それではですね、次にこちらのムーンストーンというカードですね、もしくは B をお選びいただいた方のカードをリーディングしていきます。今回のテーマですが、あの人があなた様に意思確認したいことはというテーマで、あなた様にどんな意思を確認したいのかっていうのを見ていきたいと思います。はい、それに際しまして、まずはですね、お相手の方とあなた様の現在の状況と、お相手の方が今あなた様に意思確認したいことが何なのか、そしてあなた様に伝えたいことがどういったことなのかっていうのを見ていきながら、今後お二人の関係はどうなっていくのかっていうのを見ていきます。はい、ではですね、まずはお相手の方とあなた様の現状、お相手の方があなた様に意思確認したいこと、そしてあなた様に伝えたいことは何なのかっていうのも見ていきます。はい、はい、ではですね、見ていくんですが、上のカードですね、こちらがお相手の方とあなた様の現在の状況を表すカードです。こちらがお相手の方があなた様に意思確認したいことは何なのかということと、あなた様に伝えたいことはどんなことなのかっていうカードです。では見させていただきます。うん、なるほど。はい、うん、では見ていくんですけれども、うん、お相手の方の中ではもうあなた様を呆れさせたというか、失望させたというか、なんかそういうふうに思っていらっしゃるんですね。うん。例えば、これをやるから、これをやるからって言っておきながら、全然それをやらなかったり、なんかずっとあなた様のことを待たせたり、していたことが、まあ理由で、もうあなた様に、あ、もうええわ、この人とかね。うん。あ、もうなんかもう、
もうなんかこう好きじゃなくなってきたかもとかね、ちょっとこう呆れさせたり失望させたりがっかりさせたりっていうことをしたなっていう、まあ自覚はまずあるようなんですね。うん、だからこそあなた様に意思確認したいこととしては、もう自分のこと、自分のことっていうのはお相手の方のことですよ。あなた様に聞きたいのはもう自分のことなんてもうなしだよねとかね、もう脈なしだよねとかね、もう好きじゃないよね、どうせ僕のこと、俺のこと、私のことみたいな、なんかその自分のことをもう好きじゃなくなったのかどうかっていうのをなんかこう確認したいようなんですね。うん、で伝えたいことを見ると、お相手の方はまだ好きでいらっしゃると思うんだけれども、うん、でも好きでいる、あなた様のことをね、好きではいるんだけれども、好きであなた様のことを好きでいたとしても、もうあなた様がお相手の方のことを好きではないんだったらば、まあやっぱ思い続けるのも苦しいので、うん、なのであなた様は今お相手の方のことをもう好きじゃなくなったのかどうかっていうのをなんか確認したいようなんですね。うん、なのでちょっとこのあたり見ていくんですが、まず上のカードですね、お相手の方とあなた様の状況を見たときに、今ねお相手の方がもう本当にねこうはっきりしなくて、ちょっとこううじうじしているような状況なんじゃないかなっていうのが見受けられまして、まずここですね、ちょっと見ていきますと、ソードの2というカードがこれ正位置で出ました。このカードっていうのが正位置の時の意味としては、二者択一ということで、二つの選択肢の間で揺れ動いているということを表すカードになります。二本の剣を持っている人がいるんですけれども、どっちかの剣を選ばなくちゃいけないんだけれども、なんかこう剣を見比べてもなかなか選べないから、もうね自分の後ろ側で、あ、もうどっちにしようかなみたいな感じでね、まあ、選ぼうとしている。でもそれでも選べないぐらい今は何かに迷っているとか、まあ、優柔不断っていうことを表すカードなんですね。うん。だから、おそらくね、これを、まあ、見ていくと、うん。お相手の方がね、あなた様に対して、なんかずっとこう、なんかこう、優柔不断さを発揮しているというか、うん。なんかこう、二択にずっと迷っていて、そのね、どっちを選ぶのか、例えばイエスかノーなのか、はいかい、ね、進むのか進まないのか、ね、関係続けるのか終わらせるのか、ね、まあ、いろんな二択あると思うんですけれども、うん。どっちかを出してくれれば、あなた様もその次の動きが決められるのに、お相手の方が、どっちともね、こう出してくれないから、ずっとなんかこう、あなた様としてはもう、いつ答えが出るね、みたいな感じでね、すごくこう、フラストレーションが、イライラがね、こう、溜まっていっているような、うん、そういう状況なんじゃないかなと。もうね、白か黒かもはっきりつけてくれれば、もうそれでいいのにっていう。それでもまだなんかこう、ずっとこう、白も黒も、なんかこう、出さないみたいな。なんかそういうこう、ずっとね、こう、優柔不断な状況、のままでいるんじゃないかなと。それをずっとこう、あなた様が白が出るのか黒が出るのかっていうのをね、こうずっと、まあなんて言うんでしょうかね、こう待たされているというか、うん。だから答えは CM の後っていうのでね、ずっとなんか CM が流れている状態みたいなね、いつ CM 開けんねんみたいなね、うん。まあちょっと今のは違ったかもしれないですけども、まあそういった形でちょっとずっとね、優柔不断さを発揮していらっしゃるっていうことと、ソードのページっていうカードもこれ逆位置で、このカードもですね、逆位置になるとですね、うん。ここにも優柔不断っていうメッセージがあるんですね。だから優柔不断っていうカードが2枚出ることって結構珍しいんですけれども、うん、それぐらいね、ちょっとこう、お相手の方が今優柔不断さを発揮していて、うん、なんかこう、うじうじしているんだと思うんですね。うん。もうきっぱりとどっちかに言ってくれよっていうね、こう、あなた様としては言いたくなるような、なんかそういう状況なんだけれども、どっちともこう出してくれない。一番それがお相手の、あなた様にとってはね、うん、ちょっとこう、それだけはやめてよってね、言いたくなるようなことを今お相手の方がしていらっしゃる状態なのかなと。うん、で、ストレングスっていうカードなんですけれども、これは力っていうカードになるんですが、この力っていうのは、この筋肉的な力とかではなくて、心の力を表します。ですから、心の強さですね。うん、だから、お相手の方がね、うん、こう優柔不断がゆえにいいですね。まあ、ずっとこう、白か黒かとか、イエスかノーかを出すのをずっと待っている間に、なんかこう、勝手にね、あなた様のこの、精神力が鍛えられていったというかね。うん。だいぶもう待たされたから、忍耐力がもう自然と上がってしまったみたいなね。うん。まあ、そんな、
ね、意図せずかもしれないけれども、ちょっとこうね、すごく心の力、忍耐力とか精神力とかね、集中力の持続とか、そういったものが必要となるような今状況なんじゃないかなと思います。ずーっと耐えていたりね、答えが出ない日々をこうずーっとね耐えていたりね、その間もこう気持ちを切らさない精神力のタフさみたいなのをね、なんかそういったものが養われるというか、そういうものが必要な日々をちょっとこう送っていて、もうそろそろちょっと限界だぞと、さすがにあなた様の心の強さっていうのも限界にちょっとこう近づいているような、まあそういう状況なんじゃないかなと思います。ただ後ほどね、伝えたいところを見ていくと、お相手の方がね、まあイエスかノーか、まあ例えば白か黒かね、どっちもはっきりさせないのは、本当はイエスとか白の方を言いたいからだと思うんですね。だからあなた様をこう悲しませるような、例えば黒とかノーとかね、そういった方の選択肢ではなくて、本当はね、あなた様にとっての嬉しい方の選択を取りたいんだけれども、その選択を取れるような状況ではないから、白とも黒とも言い出せないようなんですね。だから最初にも言いましたけど、あなた様のことは好きなんですね。後ほどまた見ていきますが、でその前にちょっとあなた様に意思確認したいことは何かっていうと、まずここのカードが出ていて、カップのエースっていうカードが逆位置です。このカード、カップっていうのがもともと愛を表す象徴でして、このカップから水が溢れ出している姿があると思うんですが、カップっていうのは心の器を表していて、そこから溢れる水っていうのが愛情とか感情とか気持ちとかをね、表します。ですからこれ愛に溢れるとか愛そのものをね、表したりもするんですが、逆位置になるともう、カップから溢れるようなこう水がなくなってもカラカラになっているとか乾いている。状態を表すカードになるので、まあ、愛が尽きるとか愛がなくなるとかですね、まあ、そういったことを表すカードにもなって、これが意思確認のところで出ているっていうことは、お相手の方があなた様への愛が尽きたじゃなくて、あなた様からお相手の方への愛が尽きたかどうかね、ずーっと優柔不断なままあなた様を待たせていたりイライラさせている状況が続いているから、もうさすがに自分のことね、そんな早く答えを出せない自分のことなんてもう好きじゃなくなったのかどうかね、もう愛想を尽かしたのかどうか、自分への愛はもうないのかどうかっていうのを確認したいようです。なかなか聞きづらい質問ではあると思うんですけどね、もう僕のこと好きじゃなくなったとかね、もう私のことね、もうどうでもいいと思ってるとかね、脈なしになっちゃったかなとかね、嫌われちゃったかなとかね、なかなか聞きづらい質問だけれども、そこを確認しておきたいっていうのはあるようです。でもう一つはこちらのカードなんですけれども、ペンタクルの7っていうカードが正位置です。このカードがですね、正位置の時というのが理想とほど遠い現実っていう意味のカードになります。あなた様には理想とほど遠い現実をね、過ごさせてしまったから、もうさすがに自分のことは好きじゃなくなってしまったかなっていうことを確認したいようです。まあ、実際にそうだったかもしれません。あなた様の中でね、思い描いていたお相手の方との、まあ、恋物語というか、ね、恋愛のストーリーっていうのは、ね、まあ、その精神力がね、養われるものというよりか、もっとこう、例えば、ね、発展していったり、こう、スムーズに進んでいってですね、充実感を味わえるようなものだったかもしれないですけれども、もしかしたらそれとは程遠い、今、現実になってしまっているのかもしれません。そういったね、理想とほど遠い現実をあなた様に過ごさせてしまったがゆえに、もう自分への愛はなくなったのかな、どうなのかなっていうことを確認したいようです。で、ここですね、サレンダートゥーザジャーニーっていうのも旅に委ねるっていうカードになっていて、まあ、このカードのメッセージはリリースコントロールっていうカードが出ました。まあ、コントロールすることを手放すっていうカードで、まあ、船に乗っている人がオールを漕がずに、もう船のね、流れだけに身を任せているっていうことで、もうだからあなた様の中でね、もうお相手の方との関係をなんかこうこっちにね、進んでいくんだって、そのコントロールしていく気がなくなってしまったのかなね、まだオールがある時っていうのは、この自分の望んでいる方向にね、進めていけるわけですから、こう一生懸命頑張ろうというところなんだけれども、もうオールを使ってないっていうことは、もうどうにでもなれみたいな感じでね、もう頑張る気がなくなってしまったのかなとか、やる気がなくなってしまったかどうか、だから愛情に加えてやる気とかモチベーションとか、
頑張ろうという気持ちみたいなのがまだあなた様にあるかどうか、まあもうおそらくなくなってしまっているだろうなっていうのを薄々感じながらもどうなのかっていうのをこう確認してみたいっていうことですね。うん。それはなぜかっていうと、お相手の方はあなた様のことはまだ好きだからっていうのが出ているんですが、お相手の方が伝えたいことっていうのは何かっていうと、ここですね、ペンタクルのエースっていうカードが出ました。このカードにはですね、恵まれたスタートとかですね、を表したりだとか、まあ長く時間をかけてきたことがですね、成果を上げ始めるっていうことも表したりもするんですが、うん、とにかくこうね、あなた様とですね、まあ育んできたことをスタートさせていきたいっていうことであったり、まあ喜びとかですね、まあ恩恵を受けるっていうことで、うん、まああとは幸福っていう意味もあるんですけれども、うん。お相手の方としてはあなた様との関係をこのまま終わらせるというよりかは、長くねちょっとお待たせしてしまったんだけれども、いよいよここから本格的に始めていきたいとは思っていらっしゃるんですね。まだあなた様に対する気持ちっていう愛情っていうのがあるからね、なかなかこうスタートに時間がかかってしまっているけれども、今後スタートさせて実りある関係にしていきたいっていうふうに思っていらっしゃる。ただ実りある関係をスタートさせていくにあたってはディープブレスっていうカードで、これは深呼吸っていうカードになるんですけれども、まあいわばこう深い呼吸をできる時っていう 時はまあいわば落ち着いた時ですね。だから何かこう事態が落ち着いた時とか、混乱するような事態が収束した時とか、何か問題が一件落着した時に、ほう、ああよかったみたいな感じでね、こう深く息をねこう吐く、ね、深呼吸できるようになると思うんですけれども、なんかね、そういう、こう、落ち着いた状況ですね。うん。を、手に入れることができたとき、ね、事態を落ち着けることができたときに、あなた様との実りある関係を始めていきたいと思っているっていうことを伝えたいんだけれども、長くね、ずっと優柔不断な感じで、白か黒かはっきりしない状況で、ね、あなた様をイライラさせてしまっている以上、ね、事態が落ち着いたら始めようと思ってるなんて、それほんまなのっていうね、うん、どうせそれもなんかこう嘘なんじゃないのみたいなね、ふうに思われるかもしれないから、うん、なんかこれを伝える前に、あなた様はもうね、お相手の方のことも好きじゃなくなったかどうかっていうのを確認しておきたいんですね。もう好きじゃないっていうふうにね、言われたら、実りある関係を始めたいって伝えても、それは何でしょうかね、何でしょうか、まあ、無駄足になるっていうわけではないけれども、うん、まあ、伝える意味がなくなってしまうと思うので、うん、だから先に確認しておきたいっていうのがあるようです。で、ここですね、見ていくと、ワンドのクイーンっていうカードで、まあ、このカードがですね、逆位置になると、まあ、ストレスや不満がたまるということで、まあ、これはまあ、マストでちょっと伝えたいことなのかなと思うんですけれども、まあ、あなた様にね、まあ、多大なるストレスであったり、不満ですね。早く答えを出さないことによるストレスとか不満を与えてしまったこと。これについてはちゃんとやっぱお詫びとか、まあ、申し訳なかったっていうことはちゃんと伝えたいようです。うん。それはあなた様にまだね、思いがあるかないかに関わらずね。うん。まあ、あったとするならば、実りある関係をスタートさせていきたいわけですから、ちゃんとね、ストレスとか不満を与えてしまって申し訳なかったっていうことですね。で、もしもう気持ちがないっていう場合でも、ね、すごくこうね、ストレス、まあ、イライラさせてしまってごめんねっていうことは、これちゃんと伝えたいっていうふうには思っていらっしゃるようです。はい。では、お二人のね、関係は今後どうなっていくのかっていうのをですね、見ていきたいと思います。はい、では見ていきましょう。お二人の今後はどうなっていくのか。
はい。では見ていくと、まずここが出ました。Worth Waiting For というのが出ていて、待った甲斐がありましたっていうことなので、まあ、お相手の方に対してのね、まだ思いがあるんだったらば、待っていた甲斐があったと思えるような展開になっていく。この Your Patience Will Be Rewarded ということで、まあ、あなたの忍耐は報われていくよっていうね、カードが出ているので、あなた様がこう耐えてきたこと、耐え抜いてきたことっていうのが最終的には報われていくっていうのが出ております。ですから、まあ、お相手の方に対してね、まだ気持ちがあるよとかね、まだ思っているよっていうことを、まあ、見せていったりね、まあ、聞かれたらそれを答えていくようにしていけば、報われていく。あの様の努力とかね、忍耐は報われていくようになるよと。ただ、もうね、気持ちが、まあ、もうあるかないかで言われたら、もうないよりになっているんだったらば、もうないならないでも先にそれは伝えた方がいいと思います。ないよりなのに、なんかこう、お相手の方からね、動いてくることを期待するってなると、もうないという姿勢が見受けられてしまったら、お相手の方もなかなかね、こう、次なるアクションというのを動いてこなくなったりすると思うので、あまりないっていうことは、まあ、ね、本当にこう、もう完全にこの人も役なしだ、この人ないなっていうふうに思うこと以外は、思った時以外はあまりないなっていう感じを見せない方がいいと思います。その方がちゃんと待っていた甲斐があるようになっていくと思うので、ただちゃんと気持ちがあるのであれば、その意思を見せていった方がいいし、意思を見せていくことによって待っていた甲斐があったと思えるような瞬間になっていくということですが、ただここですね、レスト&リジュベネーションというのが出ていて、休息と若返りっていうカードです。まあ休息、休んでいて、まあ自分を何かこうリフレッシュさせようとしている人がいますけれども、このカードが19というところが出ております。ですから19という数字の時までは、まだちょっとこう待つという期間が続くのかもしれません。あと19日っていうことであったり、あとはまあ何月19日ですね。まあこの動画を見ていただいたタイミングが、まあ何日かにもよるんですけれども、まあ直近の19日かもしれないし、まあ来月の19日っていうことかもしれないんですけれども、その時まではちょっとこうね、自分を休めながら待っていることにはなるんだけれども、20という数字を迎えた時に、ね、待っていた甲斐があったと思えるようなね、瞬間になっていくっていうのが出ているので、まあ19という数字、まではね、ちょっとこう、あなた様自身が自分を休めたり、リフレッシュをさせるっていう期間を過ごすことにはなるようです。ただそこで、しっかりとね、まあ意思を、ね、まだ気持ちがあるよっていう意思を見せていったり、自分を休めながらね、待っていれば、ここですね、ミラクルズっていうカードが出ていて、奇跡っていうカードが出ていて、もうね、孵化しないと思っていたこのね、卵がね、ピリピリとこう、ヒビが入って孵化するような、まあそんなね、こう、奇跡が起こるっていうカードが出ています。My life is a miracle っていうことで、まあ私の人生はミラクルだと、奇跡だとね。なんかそういったね、まあもう無理かなとかね、ああもうダメかなって思っていたところに、まあ逆転が起こったりですね。まあ本当にこう奇跡が起こったかのようにですね。事態が動き出すっていうことを伝えてくれているカードも出ていますので、ですから、まあ、ここでね、終わるっていうよりかは、先ほども言いました通りね、お相手の方が優柔不断な理由っていうのは、本当はイエスとか白とかね、あなた様の期待とか気持ちに応えるような答えを出したいんだけれども、まだ、例えばそれを出せる状況になっていなかったり、ね、ちょっとこうタイミングが悪かったりして、その、良い方の答えを出せない。で、悪い方の答えを出さないのは、お相手の方は、あの様のことが嫌いとかにはなっていないからなんですね。だからその気持ちを信じて、待っていってあげると、待った甲斐があったと思えるような瞬間になっていくっていうのは出ていましたので、参考にね、していただけますと幸いです。はい。最後、選択肢のカードも見ていくと、B を選びいただいた方はこちらで、ムーンストーンというのが出ました。このカードのメッセージとしては、内なる声、内なる知恵というね、メッセージを持っているカードです。すなわち、内なる知恵、内なる声というのは、あなた様の内側にあるものですね。今、あなた様が活用するべきなのは、ね、外からの声。例えば、誰かに言われたこととかね、その人の指示とかね、まあ、あとは外の知恵ということで、まあ、外部にある情報ですね。ではなく、あなた様に今までね、
この人生経験で蓄えられた、まあ、知識とか知恵とか経験を活用していったり、あなた様の内側に起こる声ということで、まあ、直感とかね、うん、まあ、あとは勘とかもそうかもしれないですけれども、まあ、そういったものを今信じてね、進んでいく方が、あなた様が良い方向へと導かれていくよと。逆に、外側の声とか、外からの知恵とかをね、うん、自分の内側のものを無視して、外側のものだけを頼ってしまっては、それは間違った方向に導かれていく可能性が高いから、自分の内側にあるものを活用していったり、信じていくっていうことがすごく大事だよっていうのを伝えてくれているので、まあこれも参考にしていただけたらなと思います。はい。ということで、リーディングは以上となるんですが、最後こちらについてお話ししていきます。今回もいただいたご質問についてお答えしていくんですが、今回いただいたご質問は、男性友達と、まあ男友達と一緒にいるときに女友達を呼ぶ心理はということでご質問いただきました。ご質問ありがとうございます。これはご質問者の方が、まあ、呼ばれた側の、ね、女友達とか女性友達という立場のようなんですけれども、まあ、これはですね、男性によっては、なんかなんでしょうかね、こう女性とね、二人っきりで過ごすのが、まあ、苦手だったり緊張してしまってできない人っていうのがいるんですね。その時に、まあ、ちょっとこう、男友達と混ぜてですね、まずは三人でとかね、なんかそういった形でそこからちょっとこう、じわじわね、こう、仲を深めていったり、まあ、こう、話しやすい空気にしていったりとかですね。そこでなんかこう、親睦を深めて、もう大丈夫かなと思った時に二人っきりになるとかね。まあそういったこう、いきなり二人っきりがちょっときついっていうね、緊張してしまうみたいな人が、まあ結構やったりすると思うので、まあ何か距離を縮めたかったりね、親睦を深めたかったり、やっぱ気になってるからこそね、男友達の輪にも呼んでいるのかなと思うので、まあ近づきた、お近づきになりたいっていうね、心理があるんじゃないかなとは思います。はい。ということで、B をお選びいただいた方、お疲れ様でした。今回の動画、少しでもお役に立てれば幸いです。はい。また、今回の動画は全体に向けたリーディングとなっておりましたが、何かね、特定の方とのお悩みであったり、あとはですね、なかなか人には相談しにくいこととかもあると思います。そういった方に向けて、現在個人鑑定も行っておりますので、興味のある方は動画の下の概要欄をご覧いただけますと幸いです。その他各種 SNS もやっておりまして、インスタ、TikTok、X ですね、こちらも概要欄に詳細記しておりますが、よかったらチェックしていただいてフォローもしていただけると嬉しいです。はい、それでは今回ですね、最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。はい、それではですね、最後にこちらのアメジストっていうカードですね、もしくは C をお選びいただいた方のカードをリーディングしていきます。今回のテーマですが、あの人があなた様に意思確認したいことはというテーマで、お相手の方はあなた様にどんな意思を確認したいのかっていうのを見ていきます。はい。それに際しまして、まずはですね、お相手の方とあなた様の現在の状況と、お相手の方があなた様に、ですね、意思確認したいことはどんなことなのか、そしてお相手の方があなた様に今伝えたいことは何かっていうことと、お二人の今後はどうなっていくのかっていうのを見ていきたいと思います。はい。ではですね、まずはじめにですが、お相手の方とあなた様の現在の状況、お相手の方があなた様に意思確認したいことは何なのか、そして、ですね、あなた様に対して伝えたいことがどんなことなのかっていうのを見ていきたいと思います。Thank you.
はい、ではですね、見ていきましょう。上のカードですね、こちらがお相手の方ですね、とあなた様の現在の状況を表すカードです。で、こちらがお相手の方ですね、あなた様に意思確認したいことは何なのか、こちらがお相手の方ですね、あなた様に対して伝えたいことはどんなことなのかっていうカードです。では早速見させていただきます。なるほど、はい。はい、ちょっとね、全体のカードを見させてください。はい。ではですね、見ていくんですが、まずですね、どこから見ていこうかなというところなんですけども、まずね、お二人の現状のところを見たときに、まあ、夢っていうのは出ているんですね。まあ、ドリームスっていうカードで後ほど詳しく見ていくんですが、お相手の方としては、今、あなた様よりも夢を追いかけているというか、夢の方を大事にしていらっしゃるんじゃないかなっていうのが見受けられるんですね。ただ、その夢の追いかけ方がどうなのってね、あなた様としては思いたくなるような追いかけ方だと思うんですね。本気でその夢叶える気ありますかみたいなね、そういう感じだと思うんですね。で、意思確認したいこととしてはですね、まあ、あなた様への、まあ、あなた様が自分とこう、どう関わりたいと思っているかみたいなね。なんかそこを確認したいようですので、ちょっとね、まあ、あなた様がどうしたいかっていうことですね。お相手の方との関係をどうしたいと思っているかっていうのを確認したいようですので、ちょっとこのあたり見ていきます。まず上のカードからお二人の現状というところで、ドリームスっていうのが出ました。まあこれは夢っていうカードですね。夢。夢を見る、寝ている時に見る夢というよりかは、その、例えば、まあ、何々になるんだとかね、なんかそういう方の夢なんですけれども、今、お相手の方というのは、あなた様よりも夢の方を大事にしていたり、夢の方を優先するというかね、夢を追いかけることを優先していらっしゃる。だから、恋愛よりも今は夢だとかね、恋愛よりも自分の今は目標だとかね、なんかそういう感じだと思うんですが、この、なんて言うんでしょうかね、この夢の追いかけ方が、もうがっつりね、もう絶対に叶えてやるんだっていうね、すごくこう真剣にこの夢を追いかけているっていうのであれば、あなた様もどこかこう応援してあげたりね、できる限りのサポートをしてあげたりっていうところがね、あるとは思います。例えば、まあそれこそね、大谷翔平みたいな感じでね、メジャーリーグに行ってこうね、日本、まあ世界一のね、野球選手になるんだみたいなね感じで、その夢、大きな夢と、それに見合った、こう、なんでしょうかね、達成するための、まあ、すごくストイックな人だっていうふうにはね、皆さんも知っていらっしゃると思うので、それぐらい、こう、ストイックに毎日ね、野球と向き合うみたいな姿勢で、夢を追いかけているんだったらば、あなた様も応援できたと思うんですね。ただ、夢は掲げるものの、ここですね、ソードの7っていうカードが出ていて、これが正位置になっているんですが、このカードが正位置になった時の意味としては、心の隙間とかですね、魔が差すということであったり、誘惑に流されるとかですね、楽な方向に逃れようとして深みにはまると、あとは現実逃避っていうことも表したりするんですけれども、夢は掲げるものの、なんかこう、全然努力していないみたいなね。うん、
なんか大きな夢を掲げるけれども、ついついなんかこう誘惑に流されて、なんか娯楽に走るとか、うん、なんか楽な方ね、そんな楽なね手段で夢なんて叶わないぞと、ちょっと夢を甘く見るなよっていうことを言いたくなるような感じで、なんかこうフラフラしていると思うんですね。うん、だからあなた様としてもちょっとこう素直にお相手の方を応援できないというか、なんか本当にその夢追いかける気あんのみたいなね、うん、なんかそれを言いたくなるような状況だと思うんですね。うん、なんか夢を追いかけるっていうことをなんか都合のいい言い訳にしてないみたいなね、なんかそういうふうにこうどうしても思ってしまうような行動だから、夢を追いかける行動が伴っていない状況だと思うんですね。やっぱりそこにあなた様もちょっとこうね、こう感情がこう込み上げてくるものがあって、うん、このね、ワンドの5っていうカードがこれ逆位置なんですけれども、このカードっていうのがもともと正位置の時にいいですね、これ人同士がこれ揉めているっていう姿から、対人関係のトラブルとか衝突とか揉め事っていうことを表すカードになります。だからまあ喧嘩とか言い争いとか、まあ口論とかね、うん、でこれが逆位置になったらですね、それがよりこう悪化した状態を表すカードになります。ですから事態が悪化して、ですね、精神的に疲労困憊するとか、まあ、不調和とかトラブルっていう意味もあるんですけれども、うん、まあ、理想から程遠い状況っていうことも表すカードになるので、うん、なんかね、お相手の方が夢を追いかける割にはなんかこうね、フラフラとね、誘惑に流されて、なんかその場その場でなんかこうしたいことをやっていて全然努力していなかったり、うん、ね、なんか現実逃避ばっかりして、ね、夢だけを掲げていて、まあ言えばビッグマウス状態になっているみたいなね。うん。なんかそういったところに、うん、どうしてもやっぱりあなた様もイラッとすると思うんですね。うん。いや、こっちは夢を追いかけるっていうね、聞いたからそれを応援してるのに、なんか全然頑張ってへんやんと。うん。うん。もうちょっとなんかこう、いろんな意味でお相手の方に現実を見てほしいと思うような、なんかそういう状況なんじゃないかなと思うんですね。うん、で、お相手の方があなた様に意思確認したいことっていうのがどういうことかっていうと、あなた様は今のお相手の方の姿を見て二人の関係をどうしたいのかっていうのを聞きたいようです。まあ、確認したいようです。まあ、君たちはどう生きるかみたいな映画もありましたけれども、あなた様はどうしていきたいかみたいなね、うん、で、まずあなた様がどうしていきたいのかっていうのを確認してく中で、うん、まあお相手の方がうすうす感じていらっしゃる、まあ帰ってきそうだなっていう答えとしては、まず一つ目ここで Begin Now っていうのが出ました。今始めるっていうカードなんですが、 Take your first step っていうカードですね。一歩を歩み始めると、うん、いうことでね、二人の関係どうしたいと思っているっていうことをあなた様に聞いたときに、あ、もうね、なんかこう夢に向かってね、頑張るとか言いつつも頑張っていないので、うん、もう私はもうそういう人はもういいので、もう次の道に進みます、ね、ありがとうございました。っていうような答えが、まあ、返ってきそうだなっていう予想がまず一つですね。これお相手の方がしたいんじゃなくて、あなた様がそう従っているんじゃないかなっていう予想ですね。うん。もうさすがに、ね、ちょっとこう、なんでしょうかね。夢に向かって頑張る、夢に向かって頑張ると言いつつも、全然それに見合った努力をしていない姿に、あ、もうね、もう違う道に進みますっていうね、うん、と思っているのかなっていうふうに大方予想しつつですね、うん。あ、こっちからちょっと先見ておきますが、カップの3ですねっていうカードがこれ逆位置です。うん、このカードっていうのが逆位置になるとですね、うん、まあ、感情的なトラブルっていうことであったり、まあ、出費がかさむということであったり、まあ、深追いすると痛手を負うっていうことを表すカードでもあるので、まあ、お相手の方がね、夢に向かってね、こう頑張りたいというふうに言っていたから、まあ、あなた様もね、好きなお相手の方がそう言っていたから、何かもしかしたらこう、金銭的な部分でね、うん、
援助してあげていたり、まあもしかしたら生活をこう工面してあげていたりだとかね、まあそういったことがあったかもしれません。の割にはやっぱお相手の方全然ね、夢に向かって行動しないっていうところがあるので、もう出費だけがかさんでいるような状況だと思うんですね、あなた様としては。うん。で、出費だけがかさんでいるし、まあこれ以上ね、深追いをすると、ね、あなた様がすごく痛手を負うっていうところがあるから、もうね、もう今からね、もう違う道に進もうと思っているんじゃないか、みたいなね。うん。でもそれを聞いてしまったら、ね、もう実際にそうなってしまうわけだから、うん。確認したいけれども、せずに、そっとしておいた方がいいのかな、みたいなね。うん、そういったところも感じてはいらっしゃるようです。だからここですね、ハングルマンっていうカードは吊るされた男っていうカードが出ていて、これ吊るされている状況だからこそ、これ身動きが取れないっていうカードでもあるんですが、まあ動かないっていうことですね。まあ確認したら、それを確認したらね、どうしたいのかっていうのを確認したら、きっとね、もう、あなたはもう全然頑張らないから、もう私はもう違うところに行きますっていう答えが返ってきそうで、そうなるとそうなるで、まあ、お相手の方も、うん、ちょっとこう、まあ、状況が苦しくなってしまうから聞くに聞けない。けれども、聞いたら多分そういう答えになっていくんだろうな、みたいなね。うん。だからどうしたいのかっていうのは一応こう、どうしたいと思っているのかっていうのは確認したい項目のようです。うん。お相手の方の中ではね。で、ですね。うん。お相手の方が今あなた様に伝えたいことは何なのかっていうことなんですが、うん。まあこれもね、ちょっと信じがたいことではあるかもしれないけれども、ジャスティスっていうのが出ているんですね。うん。これは、ですね、正義っていうカードになります。うん。で、正義っていうカードには、冷静さとかですね、正しさとかですね、まあ判断、決断っていうことを表すカードで、まあ冷静に正しい判断をするっていうカードで、うん。今はね、もしかしたらちょっとこう、チャランポランな感じになってしまったり、ね、本当は真面目にやらなければいけないことをちょっとサボっていたりしてね、あの様をこう、あの様にね、すごく迷惑をかけたり、心配をかけたりしてしまっているかもしれないけれども、ちゃんとね、二人の関係にとって、まあ重要な決断をしていこう。していくんだ、していくつもりはあるんだっていうことを伝えようとは思っていらっしゃるわけですね。でもまたそれも夢を追いかけるのと同じで、大きいことだけは言って結局それに向けての努力はしないんでしょっていうふうに、まあ、あなた様に思われるだろうなとは思いつつも、ちゃんとお相手の方としては、うん、二人の関係における、まあ、重大な決断ですね。例えば、まあ、結婚するとか、まあ、お付き合いをするとかね、まあ、それ以外にも何か、こう、重大な決断あるとは思うんですけれども、まあ、それをしていく。うん。僕は、私は、それをしていく。っていうことを、本当は伝えたいようですが、ただね、まあ、ここでね、ちょっと、お相手の方をね、目を覚まさせてあげなきゃいけないのかなと思います。あなた様がね。理想の関係になっていくためにも。というのは、ね、正しい決断をしていくよっていうふうに思いつつも、ちょっとね、やっぱ甘い考えを持っていらっしゃっていて、コール・オブ・ザ・ミューズっていうカードが出ているんですね。うん。自分には運がないから、夢が叶ってないだけなんだっていうふうに思っていらっしゃるようでして、このコール・オブ・ザ・ミューズっていうのは、女神を呼び寄せるっていうカードなんですね。うん。例えば、勝利の女神とかもあると思うんですけども、女神を呼び寄せる。うん。女神に微笑んでもらえさえすれば自分の夢が叶うっていうふうに思っていらっしゃるようなんですね。うん。だから今、運がないだけで、運があれば夢っていうのは叶っているんだっていうふうなことも伝えようと思っていらっしゃるようなんですね。でも明らかにあなた様からして、その運が原因ではないと思うんですね。まあもちろん運っていうのを一部理由としてはあるのかもしれないけれども、大前提としてその夢を叶えるための努力をまずしていないから叶っていないっていうところがあるのに、お相手の方は運さえあればね、時期さえ来れば叶うっていうことをあなた様に伝えようと思っていらっしゃるわけですね。だからちょっとやっぱ甘い考えを持っていらっしゃる。このお相手の方はやっぱり目覚めさせてあげないといけないかなとは思うんですね。うん。で、ワンドの7っていうカードがこれ逆位置になっていて、うん、このカードが逆位置になるとですね、見込みや期待が外れるっていうことを表すカードになります。うん。今は自分に運がないからね、見込んでいること、期待していることが叶っていないんだっていう、なんかちょっとこう言い訳めいたことをちょっとあなた様にね、
伝えようと思っていらっしゃる。それを伝えてね、運さえ来ればちゃんと夢が叶うからっていうことで、なんかあなた様を引き止めようとしていらっしゃるのかもしれないけれども、ただね、やっぱりここで、あ、そうですかっていうふうにね、それを丸呑みするというよりかは、ちょっと今までとは違ったね、決断とか選択をしていって、お相手の方をね、ちょっとやっぱ目覚めさせてあげなきゃいけないのかなとは思うんですが、まあ今後ね、お二人の関係がどうなっていくのかっていうのをですね、見ていきたいと思います。はい、ではですね、見ていきます。お相手の方とのですね、今後はどうなっていくのかっていうカードです。そうですね、やっぱり、まあお相手の方を変えてあげられるのもあなた様だけなのかなと思うんですね。だからこそ、まあこれはね、どうなっていくのかっていうところとはちょっと違うんですが、カレッジっていうカードが出ました。まあ勇気っていうカードで、まああなた様として今勇気を振り絞った決断行動をしていくべき時が来ているよっていうことですね。まあ今までと同じような選択決断っていうのをしていくよりかは、やっぱり今までと違った決断選択をしていくっていうことが重要で、まあ今までと同じようなね、決断とか選択だったらば、特に勇気っていうのは出さなくていいと思うんですね。ですがここで勇気を出した行動決断選択っていうのをしていくっていうことは、やっぱり今までとは違うパターンのことをしていかなくちゃいけない時が来ているっていうことで、それをしていくことでようやく、まあ、お相手の方が目覚めて、あなた様の望むような形にはなっていくっていうのが出ているので、まず大前提としてお相手の方をね、ちょっとこう、まあ、ぬるま湯から出すためであったり、ちょっとこう甘い考えから目覚めさせるためにも、あなた様自身がね、ちょっとこう勇気を出した決断、行動、選択ですね。っていうのをしていく必要がある。っていうのがまず出ました。これをしていくことによって、フォギブっていうカードが出ました。許しっていうカードが出ます。許しとか許すっていうカードが出ています。あなた様が勇気ある決断行動選択をしていくことにより、お相手の方がようやく甘い考えから目覚めることができたりね、ぬるま湯からね、出なきゃっていうふうにね、こう思うようになって、まあいわば反省ですね、反省をしてね、自分が今までいかにね、甘かったかね、例えばまあ口だけだったかとかね、なんか無責任だったかっていうことを痛感し、やっぱりね、人っていうのは痛感しないと、何か気づけなかったり成長できないわけですね。で、それらを痛感し、あなた様に対して今までね、すごくこうね、あなた様の優しさにこうかまけてしまっていたりね、迷惑をかけてしまっていて、ごめんねっていうことでちゃんとこう謝りに来る。で、まあ許すかどうかはあなた様次第なんだけれども、まあ許すかどうかの、なんでしょうかね、場面にはこれつながっていくということです。勇気ある行動をしていくことによって、許すかどうかはあなた様がね、決めることとしてそれぞれなんだけれども、許すかどうかになる、その局面を迎えられるようになるっていうことですね。で、本当にお相手の方がこう反省をしたりね、これからは心を入れ替えて変わっていくような姿勢がね、見受けられるんだったらば、そのお相手の方をまあ許してあげてみてもいいと思うんですね。その許してみてあげることによってどうなっていくかっていうと、大天使チャミエルっていうカードが出ていて、このカードっていうのが、ですね、願望実現のエネルギーということで、今後はね、今まではあなた様がお相手の方の願望を叶えるために自分のエネルギーを注いでいたかと思います。今度はそれが逆になってくるわけです。お相手の方があなた様の願望を叶えるために自分の持っているエネルギーを発揮、費やしてくれるようになるということですね。
でもこうなるためには勇気ある決断行動選択をしていく必要があるよっていうのが出ているんですね。うん、それをしていけばこれ37ということですから、まあ早ければ3のつくタイミング、まあ長く時間がかかれば7っていうところで、まあ3月から7月っていうこともあり得るんですけれども、そのレンジの中でですね、うん、お相手の方が改心し、あなた様のね願望を叶えるために今度こそは口だけではなくちゃんと行動も伴って努力をしてくれたり、それを叶えていってくれるようにはなっていくよっていうね、まあそういったカードが出ているので、やっぱそういう展開にしていくためにも今までとは違った勇気ある行動決断選択っていうのをしていく時がもう迫っているというか、もう来てはいるのかなと思いますので、うん、参考にしていただけますと幸いです。はい、ということで、最後選択肢のカードを見ていきます。 C をお選びいただいた方のカードはこちらでした。アメジストというカードです。このカードが持っているメッセージとしては、無意識の習慣ということであったり、手放すべき古いパターンということで、まあ何もねこう意識せずに、まあただなんとなくね、してしまっているこの習慣ということであったり、もう今のね状況には通用しない古いパターンとかですね、やり方考え方っていうのを手放すべき時が来ていますよっていうカードになります。うん、ですからこれからはちゃんと意識的にいいですね、うん、これは役に立つかどうか、今の状況にもね適用するかどうかっていうのを考えながらですね行動していくのが大事。ただなんとなくやっていることをから脱却してみるだけでも状況が変わってみたいだとかね、もう時代遅れな、まあ古いパターンとか考え方っていうのを手放してみるだけでも状況が良い方向にこれ変わってくるから、まずは自分自身の行動とか、まあ普段のね習慣とかをまあ見直していく、いいきっかけが今来ているよっていうことを伝えてくれているカードでもありますので、うん、まあこれもですね、まあ参考にしていただきますと幸いです。はい、はい、ということで、ですねリーディングは以上となるんですが、最後こちらについてお話ししていきます。今回もいただいたご質問についてお答えしていくんですが、今回いただいたご質問は、男友達と一緒にいるときに女友達を呼ぶ心理はということでご質問いただきました。ご質問ありがとうございます。これはですね、まあご質問者の方が、まあ、呼ばれた側のね、女性のお友達という立場のようなんですが、まあこれはですね、まあ男性の中にはまあちょっとね女性と二人きりだとまあ緊張してですね、まあうまくこう話せなかったりするので、まあお友達と一緒にいる場でですね、まあ例えば3人とか4人の中で、まずはちょっとこうね、仲良くなっていたり、まあ親睦を深めたりね、距離をね、縮めたり、まあ自分のことどう思っているのかっていうのをこう探ったりとかですね、して、まあ仲を深めていきたいっていう人もいたりするので、まあその類ではあるのかなとは思うんですね。うん、やっぱり嫌ではないからこそ、やっぱ男の輪の中にね、呼んでいるんだと思うので、うん、まず嫌だっていうふうには思われていないと思いますし、なかなかこう二人ではね、二人きりでは距離を縮めるのがちょっとこうね、緊張してしまってできないから、まずは友達を介してっていうね、ことで、まあ呼んでいるのかなと思いますから、まあやっぱりどこかこう気になっていたりね、まあお近づきになりたいっていう心理で、呼んでいらっしゃるのかなとは思いますので、うん。参考にしていただけますと幸いです。はい。ということで、最後 C ですね。お選びいただいた方、お疲れ様でした。今回の動画少しでも役に立てれば幸いです。はい。また今回の動画は全体に向けたリーディングとなっておりましたが、何かね、特定の方とのお悩みであったり、まあ、あとはですね、なかなか人には相談しにくいこととかもあると思います。そういった方に向けて、現在個人鑑定も行っておりますので、興味のある方は動画の下の概要欄をご覧いただけますと幸いです。はい。その他、各種 SNS もやっておりまして、インスタ、TikTok、X ですね。こちらも概要欄に詳細記しておりますが、よかったらチェックしていただいてフォローもしていただけると嬉しいです。はい、それでは今回ですね、最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。